仙人たちが奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせだ。さあ来い、お前たちの本気を見せてくれ。これはっ、かけっこしましょう。おとなしくしよと。うざいな。ごさんだ。はっ、こいつはどうだ。せっ、ふっ、ふっ、風神。渦の魔人オセル、その神力だ。我らもよく知っている。注意して避けろ。すまんすまん、おとなしくしやがる。はぁ、ファデュリが攻撃を早めてます。やるわね。この件が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。おとなしくしやがる。やっ、はっ、これで元気を出しておくれ。これって戦撃？この光、絶雲の間の時と同じ。うわぁ、ビンバーヤの衝撃波だ。すごい。火の風格に気をつけます。助けが必要な方が、えっ、これ。せっ、話が通じないなら叩くまででしょう。あっ、はっ、はっ、キリンの血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。カオンはこんな一面もあるのか。ヤシャの名は敏捷を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。魂と筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。風と共に去る。師匠の技を喰らいなさい。よっ、はっ、やっ、おとなしくし、封じん。風邪ひくなよ。こいつはどうだ。
せふっちゃ。みんな気をつけて。魔人の力はおそらく極限まで高まっています。つまりこれさえ耐えればあとは平気。そうよね。手が必要なかった。すまんすね。おとなしくしや。メイドも礼儀に気をつけます。風邪ひくなよ。静かに。これ風と共に去れ。師匠の技を喰らいなさい。あざあって。おとなしくしやがれ。すまんすまん。騎士の風格に気をつけ。軍玉閣に登るファデリが減ってるわ。もう少しの辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。